待て。ここは少し覚えがある。ここか？特に変わったところは見当たらないけど、数百年前もこんな感じだったのか？ああ、この森の全てが俺の記憶とあまり変わりない。何しろここの環境は滅多に人に影響されることがないからな。近くを調べよう。何か手がかりがあるかもしれない。これって畑か？そこの家に住んでる人が作ったのかな？でも長いこと使われてないみたいだ。そのせいでここに何が植えられてたのか全くわからない、うん、そもそも本当に何か植えてたことがあるのかな？消された焚き火があるな。レンジャーが残したものかな？この痕跡を見た感じ、ここで焚き火をしたのはかなり昔っぽいな。ちゃんと火を消して火事にならないよう予防したみたいだ。この辺りには価値のある手がかりはなさそうだ。残るはあの家だけか。まだ誰か住んでたりしないか？お邪魔していいのか？いや、そのようには見えない。この辺りには生活をしている形跡もないしな。心置きなく調べられるだろう。そうなのか。じゃあまずお前が先に入れよ、ダイユン。ついてこいなんて言ってないよ。食べるのに使うお椀だ。ここに住んでたやつは自炊をしてたんだな。いや、気づかないか。薬剤の匂いがかなり強く残っている。お、じゃあ薬を飲むためのお椀か？くんくんくん、本当だ。ダイン、お前かなり鼻が利くんだな。の、箱があるぞ。開けてみるか？お前が開けてくれ。おいらは中のものに指を噛まれないか怖いから。あれ、これって鏡？しかも割れてる。この箱ってもしかして化粧箱だったのかな？ちょっとがっかりだな。何か大きな秘密が隠されてるのかと思ったのに。この部屋にはダインが言うほどおかしなものはないみたいだ。どこにでもある普通のベッドだな。下には特に何もないみたいだ。ここって暗いし湿っぽいし、絶対住み心地が悪いよな。一体どんなやつが住んでたんだろう。特に注意するようなところはなさそうだな。ダイン、お前の記憶違いなんじゃないか？本当にこの辺なのかよ。記憶にささか曖昧なところがあるとはいえ、俺の潜在意識と本能がここで何かがあったとずっと囁いている。まあいい、果てもなく調査したところでただ精神を疲弊させるだけだ。それに今しがた外から物音が聞こえた。ひとまずここから出よう。物音？まさか。心配無用だ。ただの雑魚だろう。先ほどの魔物の出現も偶然ではないはずだ。この近くには確かに奴らをおびき寄せる何かが存在している。地脈の異常か。それだけではないようだ。こうするとしよう。俺はここから少し離れ、近くの地脈に問題がないか調べてくる。時間がかかるかもしれないが、貴様たちはここで待っていてくれ。え、一人で行くつもりか？まさか、何かオイラたちに隠しておきたい秘密があるとかじゃないよな？くだらん邪推だ。
俺はただ調査の要はあくまでこの家屋の付近にあり、誰かをここに残して観察する必要があると考えているだけだ。何せ地脈の調査のようなレンジャーでもできることなら俺一人で十分だからな。ねえ、分かったよ。確かにその通りでもあるしな。じゃあオイラたちはここでキャンプでもするか。ちょうどあっちに焚き火があったから、美味しいものでも作ろうぜ。あっちこっち走ったし、オイラもうお腹ペコペコだぞ。